小早川清昭和2年3月19日は、日本の教育者。品の国上田城下に、上田藩士、小早川正敷の次男として生まれる。明治11年上田町常入学校主席訓導となり、上京して同人者で、英学、原金目義塾で数学を学び、同17年東京高等師範、学校中学師範科を卒業。 長野県上身の地中学校校長に任命される。この頃、教育職能団体である長野教育団会が創設され、組織を改正し、長野教育会となると、会長に選ばれた。同19年長野県市範学校教諭に転任し、校長、浅岡はじめを補佐し、新校舎の建築や付属小学校の開校に尽力した。 同21年鳥取県人情市範学校教諭、同24年には校長に任命される。同28年には、茨城県市範学校校長、同20年岩手県市範学校校長を歴任し、同年17位に助せられる。同33年鳥取県市学館として、教育行政に尽力し、同38年長野県市学館に転任し、完成改正に伴い、 長野県事務官、第二部長となる。同40年に退官し、滋賀県立彦根中学校校長に就任し、旧来の宿兵を一新して、校風を刷新した。大正9年帰郷し、上田尋常高等小学校長、上田実家高等女学校長に就任、同12年く四4等随法省に除せられ、同13年に退職した。教育実情会編纂。 明治世代教育加盟館大一辺氏が、県立彦根中学校長15位、小早川清1912年。ありがとうございます。